はい、どうも皆さん、ゆきととじきのこでございます。そしてポポン、実は以前もちょっとご紹介したことあるんですけども、私家族にワンちゃんをね迎え入れまして、そこからずっとね一緒にいる稲穂と言います。とうとう去勢をしまして、エリザベスウェアとエリザベスカラーを両方ともつけるという、ちょっとねこの患部のところとかを舐めちゃうので、エリザベスカラーもついてます。はい、はい、っていうことで本日はなんですが、もう私も来てるんですけど、今日はこちらのライナーのねお話をしたいと思います。一着春に持っておくとすごく便利なライナーなので、その魅力とともに着こなし方法であったりとか紹介させていただきたいと思います。まずこちらライナーのねジャケットなんですけども、ビームスのなんか古着コーナーにあったので、それで購入しました。これで多分4000円ぐらいとかだったと思います。で、サイズは L サイズで、157の私が着てこんな感じ。はい、じゃあちょっとシルエットに行きましょう。前、横、後ろ、そして手を広げるとこんな感じです。いやもうね、L サイズっていうことなので、ものすごくビッグシルエットですね。でです、これすごくね、可愛いポイントたくさんあるのでご紹介したいんですけども、まず1つ目、めちゃくちゃ軽いです。ジャケットとかアウターって着心地の中でも最も重視するものって重さだと思うんですよ。その中でもこのライナーはすごく軽いので、こう動いていても肩が凝りません。多分こうしたらすごいわかるんですけど、服を投げます、申し訳ないです、いきます。ほら、滞空時間が結構長いんです。こうふわってこうで、これぐらい軽いっていうことなんですね。普通のジャケットだったりコートだったらふわっと上げた瞬間スッと落ちるんですけど、一回滞空あってこうふわっと落ちてくるので、すごく軽いです。そして2つ目、生地が柔らかいです。なのでゴワゴワがすごく苦手な方とかはこれはすごくおすすめかもしれません。そして3つ目、シルエットが可愛い。前もこういう風な感じでちょっと丸みを帯びてる形ではあるんですけど、横を見るとこのプクッと感分かりますかね。このプクがすごく可愛いんですね。このアウターの一番的特徴っていうのは、すごくこのビッグシルエットさだと思うんですけど、このビッグシルエットだからこそちゃんと言えてないな。このビッグシルエットだからこそ、今ね細身のボトムスを履いているんですけど、こういう細身でもすごくこのビッグシルエット合わせることで、すごいバランスが綺麗に取ることができます。なので結構こう大きいボトムスを履く方も多いとは思うんですけど、シュッとしたボトムスでシルエットを綺麗に見せたいって方はこのアウターはおすすめです。で、次にポイントなんですが、こちら、シルエットが変わります。まあちょっと大きく変わるわけではないんですけども、1つ目、今これ全部手をバーってやってるんですけど、この腕の部分を少し折ると少しやっぱスッキリしますよね。で、結構なんかアウターの中ってこのロールアップがすごくちょっと難しかったりするんですけど、まあ、この柔らかさだとねもうすぐにできちゃうので、こうちょっとスッキリさせたいなっていう方はここを折るのがおすすめです。で、もう一つ本当はやりたいんですけど、ちょっと今どっか行っちゃって、ベルトがあるんですけど、こういうベルトとかをつけてしまってキュッて締めてあげるとシルエットが変わるので、これも楽しむことができます。お洋服の形の話を先にお伝えしたいです。先ほどちょっとビッグシルエットですよ、もっこりですよって話をしたんですけど、実はこちら脇が開いてますすごい脇が開いてるんですね。で、これがもともと普通に一着として着るものではなく、この上からアウターをねもう一枚羽織るんですよ。その中に着るものなんですね。つまり防寒具として扱われていたアイテムなんです。こちらですね、この M65 と言われる文房の中でも結構有名なアイテムがあるんですけど、これの中にもともとね着られていたアイテムでもあります。こう中にボタンがあるんですけど、それをこうやってねつけていって、もともとこう防寒具として一つだったんですよね。でも最近の人たちはみんなこれだけとして着ているので、まあある意味一石二鳥なおしゃれなアイテムなんじゃないかなと思います。じゃあ着こなしはどういう風にすべきなのかって話なんですけど、今みたいにこう1枚でこうちょっとシンプルな感じでシャツ1枚で着るのもありなんですが、例えばパーカーであったりとか、首まで詰まっているタイプのお洋服を着たりとか、中のお洋服を変えるだけで雰囲気がガラッと変わるアイテムです。で、あともう一つお伝えし忘れていたんですけども、これはやっぱ肩落とすとね若干シルエットが変わりますよね。こう肩落としでお洋服着る方とか多いんですけど、まあ、このタイプでもすごく可愛いですよね。ちょっと肩落としてベルト締めて
こう歩くとかでもすごく可愛いと思うので、まあ、ちょっとすごくいろんなお洋服の着方として楽しんでいただきたいなと思います。ちなみに暑くないです。あのすごく涼しいので、あの真夏とかは無理だろうけど、結構ちょっと涼しい時期とかちょっと暖かい時期とかには最適なアイテムだと思います。すごいよね、こう回るだけでこんなに広がるんだよ。いやー、目回った。慣れないことをするものではないな。まあちょっとね、アウターの中でも一押しかなと思うぐらいこれは紹介してみたかったので。ちなみに留めるとこんな感じです。可愛いよね、男女ともに着れるからすごくおすすめだとは思います。はい、ということで本日も皆さんご視聴ありがとうございました。ぜひ参考にしてみていただけたらと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。これは撮れてると信じてるよ。ではね、きっととじきなこでございました。ではバイバイ。はい、ということでコーディネートはね、こんな感じでやっていけます。あのパンツとかプリーツスカートも多めなんですけども、意外になんか同系色でね合わせたりするのも可愛いと思います。まあ、一番左だと同系色で、真ん中はプリーツスカートでちょっとガーリーで、右はワイドパンツで少しボーイッシュなイメージですね。白のボトムスとのね相性もねすごく良いので、よかったらやってほしい。で、最後にこちら、あのね、すごくお気に入りのねコーディネートです。オーバーオールともね相性がすごくいいので、よかったらぜひやってみてください。はい、ということでまた明日お会いしましょう。バイバイ。